もう中入っていったので、はい、回すかなと思ったんですが強引に行った、これがいいというところ、クビッチャ、今度は永井です、永井も強引に行くのかな、そしてクビッチャ待ってくる、永井が来た、シュート入った、永井が決めました、大きな1点が入ります、浦和レッズ、いやこれは強引に行って大正解、こういう気持ちが永井には必要なのかも分かりません、今のなんか水沼さん、はい、逆にクビチャが完全フリーで外にいて、いろんなこう選択肢の中ではね、もう渡さないっていうのを決めてましたよね、なるほどね、左サイドから入っていった時点で自分はもうシュートまでっていうのを決めたじゃないですか、ここからね、まあ、もう一回ね、ここからもう行ってしまいました、これ今逆サイドクビチャいるんですよね、はい、フリーでで持っていってここでかわします、あそれ出すかなと思ったんですが本当に強引に行きましたね、これね、素晴らしいですよ、